こんにちは。 T の発音、3つ目のパターンです。単語の後ろにある T は、舌は T の位置、歯の後ろにあるんですけれど、息は吐き出しません。吐き出してはいけないんですね。例えば、ホットはホットとは言いません。は、ここで止めてます。そして、ライトではなくて、ライトって感じで止めてしまいます。これが T の発音、3つ目のパターンです。